い、どうもガリオです。今日はですね、ちょっと場所がいつもと違ってですね、ほら、ちょっといっぱい人がいますんで、少し小声で喋らせていただきます。はい、ということで、ちょっと仕事が最近忙しいので、ちょっと仕事の合間の昼休みにナレーションを今入れているところでございます。まあ、前回の動画でですね、この動画で終わったと思うんですけども、まあただ単に市販のね、ジグヘッドにこの毛糸を巻きつければこういう動きになるのかというと、まあそれは違ってですね、普通に巻きつけただけではスーッとただの糸を引くような動きになるんです。だけど、ジグヘッドにちょっと細工をすることで、このようなバサロただ引きするだけでこんなうねうねうね、フォールでもうねうねうねってなる、動きをしだすんですよね。まあこれが魚にとって何に見えるかはわからないですけども、まあこのジグヘッドのこの部分にですね、細工を施してあるんですけども、まあ多分わかんねえだろうなと思ってたんですけども、やっぱコメント欄鋭いのが2つほどありましてですね、まあピョンさん、ジグヘッドに加工しているのはカップリグってやつですかっていう書いて、まあメタル先輩ですね、ジグヘッドに吸盤つけたでしょうって、ネタバレもうやめてまあ鋭いですよね、素晴らしいです。やっぱ、まあ、実際の実物ですよ。さっきのものから毛を取ったものがこれなんですけども、まあ、実際にこんな大きなものがついててもですね、まあ、多分水の屈折率に非常にこの吸盤が近いんでしょうね、水の中に入れるとほとんど見えないと、カメラ上ではですね。なのでバレないと思ったんですけどね、バレてしまいました。はい、ということでこの吸盤ですね、実は似たようなカップリグっていう指摘ありましたけども、これ昔デコイ、今でもあるのかな、デコイでカップリグっていうこのもうほぼほぼ吸盤みたいなの売ってました。まあ僕のイメージとしては、スクラウンジャーヘッド、まあ同じですよね、吸盤のようなちょっと縦長の吸盤のようなものがついたジグヘッドをイメージして作ったんですけども、まあいかんせんブルブル界ではですね、まあほぼほぼチャターがまあ石鹸してしまいましたんでですね、まあカップリグとか、まあスクラウンジャーヘッドとかはちょっとマイナー気味になっていますよね。まあそれでもジグヘッドに吸盤くっつけただけなんで結構お手軽だし、まあお手軽な割にはいい動きをしてるかなと、僕は思っていてですね、特にフォールの時の姿勢がですね、こっちの方が多分いいんじゃないかなと、テンションを抜いた時の、リグが沈んでいく時のフラフラ感というのはこっちの方が多分すごくいいんじゃないかなと思って、ご紹介しています。まあ、前回のビデオみたいに、まあ、毛糸をつける限定っていうことではないんですよね。全然ワームでいいと思うんです。ワームのストレートワームとかだと結構いい動きをするんじゃないかなと思います。僕はつけてないですけどね。まあ、例えばシーバスのバチ抜けの時なんていうのはストレートワームつけてゆっくりゆら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 引いてるとかなりこれどうか分かんないですけど来そうな気がしますけどね僕は。まあ、これで釣ってないのでビタイチ釣ってないのでまあ何とも言えませんけども、まあ多分可能性としてはあるんじゃないかなと思います。まあね、いかんせん釣りに今ちょっと忙しくて行けないんでですね、まあ誰かこれ作って釣ってください、よろしくお願いしますまあ実はですね、まあこれ昔のビデオなんですけども、吸盤に関しては2年ぐらい前からかなり昔からですね、いろんなものを作っててですね、これはタイラバの、シンカーとの間に挟むよっていうのを作ったんですけど、むっちゃくちゃ動くんですよ逆に魚逃げるんじゃねえかってぐらいむっちゃくちゃ動くんで、まあ、これ 100g のシンカーがこんな揺れるんでですね、まあ、それぐらいパワーがあるんですけども、まあこれね、ちょっとこの当時って吸盤が結構でかいものを使ってたんですね。まあ引き抵抗もでかいし、まあ投げる分には飛ばないしっていうことで、いろいろいろんな吸盤試した結果、僕は一つの答えとしてこれが一番いいんじゃないかと思っております。はい、クリア吸盤フックショー
5つ入りダイソーということで、まあこれぐらいが、まあ僕がいつも使うの2分の1オンスが非常に多いんですけども、まあそれぐらいの重さであればこれが一番ちょうどいいかなと。まあそれより軽いものになるとちょっとこれカットしてあげないと回転します。はい、では早速作っていきたいと思います。まずこのこれごと、この台座ごとバッサリと切り落として、はい、こんな感じにしてください。そしたらまあここにですね、ど真ん中に、まあ何か千枚通しでも、ドリルでも何でもいいんですけども、適当な大きさの穴を開けます。針が通るようにですね。するとあとはジグヘッドをですね、例のこのペンチとロッキングプライヤーで固めてですね、詳しくはこちら見てください。はい、でここの根元部分にですね、はい、糸を巻いていきます。これも詳しくはこちらをご覧ください。はい、これで普通のダイソーに売ってるボビン糸ですね、これを割と太めに、まあ太めっていうかしっかりとたくさん巻いていきます。はい、見てわかりますかね、まあ、かなり巻いてますよ。はい、まあこれで根元側を切ってですね、まあ、さらにもう少し巻きます。はい、でまあここをエンドノットで留めて、はい、でカットですね。まあ、ここに瞬間接着剤、はい、まあ、これあのゼリー状でもゼリー状じゃなくても何でもいいと思うんですけども、まあ、とりあえずこの巻いた部分を固定する感じで瞬間接着剤を、まあ、割とたっぷりって言ったらおかしいですけどしっかりと塗ります。でそこに先ほどの吸盤ですね、方向間違えないでくださいね。このままこうやって通してグリッとここにねじ込んでやれば、はい、これでいい。はい、これで完成です。はい、簡単でしょまあね、いかんせん僕これで釣ってないわけですんで、まあ、襟巻きトカゲのようなね、こうやって見ると、はい、感じですけども、まあ、フッキングもほぼ問題なくいくでしょうし、まあ、ウィードレス効果も少しありそうな感じもします。まあでも分かんないです、ぶっちゃけね。だって使ってないもの使ったことないので、まあね、使ったことないものを紹介するのは無責任だと言われるかもしれませんけども、いかんせんこちらもね、忙しくて釣りに行く暇がないんですよ。ですからこんな簡単なリグですんで、まあそれでこのような動きをしますんでですね、まあ、可能性は絶対ないことはないと思うんで、ぜひですね、ご覧になってる方、どなたか作って魚釣って報告していただきたいと。もうすぐバチ抜けのシーズンですよね。いいんじゃないですか、こういうのフラフラってやってると多分シーバスとか釣れてもおかしくないなと僕は思いますよ。はい、とはいえですね、こうやって見るともう本当にこの水中の映像ビデオですけどね、これほとんど吸盤見えなくないですか。これ実際ついてるんですよね。まあここで言うと、まあここまで拡大するとうっすら見えますけども、まあ実はこれと同じもの、全く同じもの、これです。はい、こんなパラボラみたいなのがついてるんだけど、まあ人間の目には見えない、ほぼほぼ見えない感じになりますよね。不思議ですよね。まあこのパラボラ、あの独特なあの動きを生み出すわけですけども、これ着底した時もなんかいい姿勢を保ちそうで、ズル引きでもいけるんじゃないかなと僕は思ったりします。まあでもね、いかんせんこれで魚を釣ったことが僕はまだないんでですね、そういうものを、皆さんにご紹介するのはなんかねちょっと心苦しいところがあるんですけども、ぜひこれなんか釣れそうだなと思った方はですね、ぜひ作ってもらってですね、まあ釣ってくださいよ。
僕ちょっと行けないんで、最近釣りんですね、はい、ぜひ僕の代わりにこれを作って、釣ってください。よろしくお願いします。釣ったらぜひ連絡くださいね。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。